今、速報入ってきましたよ。MC さんから、えー、10月8日土曜日、埼玉スーパーアリーナ、えー、ジャパンオープン2022年、これが、宇野昌磨、鍵山優真、坂本香里紀平梨香ということで、日本の出場選手発表されましたということですよ。紀平梨香ちゃん、紀平梨香選手、スーパー、あの、埼玉スーパーアリーナ出場ですよ。わー、もう嬉しいですね。うん、嬉しい。 すごいこれちょっと今23秒前に今ちょうどコメント見たら入ってきて嬉しいですねうんどんな感情演技になるのかなうんあっやっちゃえん,ん,んさんすいませんやっぱりこういうコメントが続くと疲れたんで離れますどうしてこうなるのかなあすいませんちょっとねあの申し訳なかったんですけど 松井さん、こんにちは。羽生さんは津波被害がなくても、体育館に寝起きしていたので驚きました、大変です。16歳の時なので、かわいそうです。アンチ言ってる人、分かっているのかなというところですね。マルリンさん、どうもです。2回の交通事故あった、中学生の時田んぼのあぜ道を歩いていました。あぜ道でも、車が走れる広さがあります。 えー、私は右手に通学カバンを持って左側を歩いていて後ろから来た車にはねられましたということですねでもぶつかったのは、えー、幸いカバンでしたあまりの衝撃で私の体は宙を舞い3メートルぐらい飛び1メートル下の稲,稲刈りの後の田んぼに飛ばされましたちょっとえー、大丈夫ですか体操部だったのでちゃんと着地姿勢が取れ、えー、武将無事でした 10点満点とはいかなかったけど、いやいやいや、あの全然お面白しくなっちゃってるんですけど、危なすぎですね。打ち所ころ悪かったら、田んぼじゃなかったらやばいですよ。運転者は真っ青の顔色で呆然と立ったまま、フロントガラスの前を飛んだので、とっさの受け身ですかね。えー、後ろの車のえー、っと車線変更線でのかな。えー、っと車線変更線で、えー、車右後 をぶつけられました。私の車は修理に8日かかりました。私はむち打ち症を心配されたが、武将ということですね。無償でえ、これは体の柔軟性のおかげでうまく力を逃したんだと思います柔軟性に助けられたり、とっさの受け身猫の着地かと思います。 あとアイススケートの転び方を、えー、覚えたら怪我しなくなります。あその通りですね。うん。あの、受け身みたいなもの、転び方っていうのもあるので、最初の方は結構教わることあるんですよね。いやー、ちょっとびっくりなんですよ。ピピツーピピツーさん、どうもです。えー、こんにちは。えー、最近、晩ンでテレビによく出ている俳優の林さんが。 宇野昌磨君に似てるということで会社で話題になってるということみたいですけど昨日のうちの主人もテレビ見ててこの俳優スケートの宇野昌磨君に似てるって言ったんでびっくりしました、えー、スケートに全く興味ないくせにって言ったら宇野昌磨君メダル取ったやんそれくらい知ってるよみたいな <laughs> 羽生結弦はオリンピックに連覇してるやんって言われて笑ってしまいました、えー、ちょっとほっこりしませんか、えー、みんな仲良くできないのは仕方ないのかなとは思うけどファンが他の選手を批判したりとかすると 一番いや、その通りですね。うん。僕もそう思いますね。うん。やっぱ、そこがやっぱ選手同士のなんか、なんか、絆もね、やっぱあると,あると思うので、選手同士が仲悪くなっちゃう可能性もありますからね、こういった件でね。 えー、マイクバーティラさんんどうもです、えー、カブ君こんにちは相変わらず体柔らかいですね、えー、僕なんか年のせいもあり、関節は硬くなる一方です、えー、病気の方はよく,よくなってきたんですね、えー、薬をやめたのも良かったのかもねあの、これね、多分そう思います、コ、え、ロ、ー、など第7波による感染急拡大により、えー、全国旅行支援が延期になりましたということみたいですね。最近ちょっと またシンコロがかなり流行ってきているということなんで、これちょっと心配ですけど、ベルギーもね、ちょっと増えてきてますよ。うん、違ったあれかな、あの変異株の可能性あるんですけど、えー、そして、マ、え、イ、ー、ク・バッターティさんもいいとです。えー、株くん、こんにちは。あそこちょっと音は鳴っちゃいますね、えー。落書きというよりアートに近いですね、えー、アントワープ駅の横にはずらっと宝石店が並んでいますね。 冷やかして入ったことはありますが、えー、財布に余裕があるわけではなく、えー、結局目の保有法をしただけでしたということですね。ああ、なるほど。アントワープの宝石店結構多いですよね。あと、ジュイフって言ってユダヤ、ユダヤの方も結構多く住まれてますよ。うん。はい。そんな感じなんですけどもね。あ、松井さん、カ、え、ブ、ー、さん、こんにちは。えー、ライオンの絵を落書きしたのですか なんか落書きなんでしょうかね。多分アートだと思うんですけど、えー、バクシーみたいに、えー、バクシーは謎の壁画の、えー、絵画のアーティストの進出希望で注目されてますということみたいですね。なるほど、なるほど。へーそうなんだ。なんか結構なんか、これ流行ってる感じですかね。 シルピア GP さんありがとうございます。株くんプロトコル表ありがとうございます。私も ISU の結果を聞いて並べてみちゃいました。感慨深いですね。数字の並びがこんなにいろいろ、いろんな感情を呼び起こすなんてすごい。いやー、そうですね。ちょっと今、彼になっちゃいましたけどね。ちょっと、あの、どうしようかな。 えっと、イヤホンつるか、まあえー。これを踏み台にして、えー、っと、選手たちは今後一層の成長と活躍を期待したいですね。えー、学業を挟んだりする人もいるし、スケートも他のスポーツもそうですが、まず健康な体に柔軟性と体力、その上に基礎力、 えー、そして技術の習得と術練練、これらの努力を積み重ねていくことで、えー、晴れの舞台で、えー、その成果を発揮することが可能になるということですね。あのその通りだと思います。プロトコル表っていうのは、やっぱ選手にとっては非常にその大きいですね。うん。まあ、マラソン選手とかもやっぱこうタイムとか大事じゃないですか。だからまあ、こういったその基準になるものがあると、やっぱやる気があると思うので、出てくると思うんで、やっぱ審査点システムに変わったところで、そういったところは非常にいいかなと。うん分かり なるというかねトレーニングの前にまず体を温めておくことはとても大事なことですね。これは私は私が一部のトレーニングセンションを行った時にトレーニングの前にまず体を温めましょう。そうしないと筋肉が冷たいままで動いてしまって怪我のもとになりますからとどのコーチにも言っていました。あと肩の怪が、これ私やっちゃったことがあります。 えー、バレエのレッスンで、ジュリアクラスに行くと、子どもたちがみんな揃って、ビールマンスピンのような柔軟をやっているので、私、家でえいと思って、いきってやったら、それで怪我をしました。異変を感じたのですが、そのうち治るだろうと思っていたら、だんだんひどくなって、えー、痛くて腕が全然上がらなくなってしまって、えー、それで整形外科医に行ったら、えー、レッドゲン写真を撮り、設計、 石灰沈着性蔓延というのが確認されたということみたいですね。それで注射を打ってもらったらすっと治りました。薬ってすごいですね。だからといって無理して良いということではないです。教訓になりました。柔軟はじっくりと時間をかけてやりましょう。株君数年がかりで偉いです。いやー、長かったですよ。開拓できるのに、多分 5、6年ぐらいかかったと思いますね。あの右側っていうかあの、両方できなかったんですよ。うん。あの、片側だけは、あの開着、えっと、結構早く3年ぐらい前からできてたんですけど、両方ともできるようになったのは、多分あれですね、もう本当最近かなと思うので、結構時間もかかりましたよ。うん。まあ、ちょっとずつ長い時間、スパンかけてやっていくっていうところでしょうかね。はい。 えー、シルビア GP さんも一度です、えー、ところでカブくん以前の動画でベルギーのスーパーの買い物やってましたよねあそうそうそうやってたんですけどね、えー、ディスカウント系のスーパーが2つあると聞いた記憶があります、えー、その1つはもしかしてアルディあそれですねアルディではなかったですか、えー、そのチェンいつの間にかパリ市内でも店舗を展開していて、えー、買い物に行ったところ私がいつも行っていたスーパーが消えて、えー、なんとそこにアルディがありました歩きながらその看板が見えたんですがおよそスーパーとは 思えなななかっったたたんで一瞬買い物するとところはなくなったと焦りました店に入ってスーパーだと分かりしかもディスカウントカーか嬉しい食品だけではなく工具やスーツケースまで売っててびっくりチーズのところにはブリーというカマンベールチーズに似たやつの特大サイズを発見重量 1kg の巨大なものでした がえー、少し考えて私なら消費できるとか、えー、確信して、えー、買いました。あと嬉しかったのは野菜や果物を入れる薄い透明の袋。えー、柔らかくてふわふわしていてふわっと開くんです、えー。スーパーの薄い透明の袋はぴったとくっついていて剥がれにくく、えー、大体一生懸命開けていたので、えー、これは嬉しかったです。えー、しかもも手触りりが良すぎてもううっとり え何の素材だろう株くんの行くスーパーにもこのようなふわっとした気持ちのいい透明の袋ありますかあ、ちょっとわかんないですね。うん、アルディはよく行くんですけど、あったかなちょっとわかんないですね。うん。最近ね、なんかアルディ結構苦しい、経営的になんかやばいらしいですよ。うん。なんか、ロシアとの契約が結構あるみたいで、それがどんどん破棄されてるっぽいんで、ちょっと怪しい雰囲気になってるんですけど、うん。このね、あのー、 ブリーというカマンベールチーズ、これちょっと買ったことないんで、あれなんですけどね。うん。最近ね、デレース僕よく言ってますね。デレースね、最近結構安いですよ。あの、アルディと比べて。アルディは本当安いんですけど、あの、ただね、最近高くなってます。値段がね、かなり高騰してて。 そう、旬のね。ムールとかもなんか高,まっ高くなってますね。うんだとしたら、まあデレーズの方が僕はその質がいいので、しかも。まあ安いんででうんなので。まあ僕はデレーズを最近行くようにしてますね。 うん、お寿司なんかもたまに売ってるんですよね。えー、マイク・バーティラさんどうもです。かぶくんこんばんは。b n a フォラーアクさんがモンダマリンちゃんについて述べられており,おりますが、僕もドブカンです、えー。全日本出場、フリースケーティング進出をしてほしいですね。応援してます。いや僕もですね、うん、いやあのちょっと本当になんかかなり上手くなってほしい選手の一人ですね。全日本だけとは言わずね。はい あ松井さん、かぶさん、こんにちは。またやらかしてしまいました。字が間違えてたということで、バクシーではなく、バンクシーですということでございますね。ありがとうございます。なんかパクチーみたいな感じなんですよ、うん、えど、ー。そして、ユンブマ様です、えー。今日からの部アまンしくのービスが開始ですって。ああ、すごいいいですね。盛り上がってきましたね。えー、今年は男女が同数らしいですよということみたいですね。ああ、なるほど、えー。男子増えてるって。あ、確かに。うん、昔は女、ね、子が圧倒的に良かった記憶があるんですけど、まあ、 男女がどうするということなんで、これはもう、男子がやっぱね、あの羽生選手、の選手たちの活躍によって、もうどんどんフィギュアスケートやる子が増えてますからね、うん、もう一昔前とはこう変わってますね、歴史がね、楽しみですね、みんな熱中症とかコロナとかいろいろあるけど、頑張ってほしいですね、うん、まあ、そう思いますよ、本当にね、うん、あの、どんどん下からね、強い子たち出てきてるんで、うん。 もう日本もこれからどんどん面白くなってくるしフィリピンも盛り上がっていくのかなと思いますよね。はい えー、レモンミカンさん、ありがとうございます。株くん、日本のコロナ感染者数、昨日は8万人超え、今日は9万人9万人超ええー、医療施設、医療従事者から4回目のワクチンを受けるように、岸田首相が会見しています。えー、多分会社員など、仕事をしている人もということですね、結構これ、強制な感じでしょうかね、えー。高齢者は4回目を始めたところ、えー、私の年齢も夏の終わりに打つ打つ,あ打つようかな、もう打たなくていいかなと思ったけど、えー、その時の直感に任せようと思います。 制限はあまりしないようですが、ホテルなどは拒否もできるようですね。株くん、注意してね、皆様方も注意して、ありがとうございます、本当ね、ワクチンね、ちょっともう一回もまだ打ってないんですけど、まあね、なかなかね、この件も前も見ましたけど、これね、ちょっと難しいですよね、うん、ただ4回目のワクチン、い,いつまでワクチン打たなければいけないのかなっていうところがあるんですよ日本はやっぱ、ちょっと強制してくる感じでしょうかね、4回目も。うん ミワさん、ありがとうございます。こんばんは。今日も忙しくバタバタでしたが、ようやく動画を見たらたくさんありすぎて、時間がないから新しい話題を。私も生まれて初めてアンチアンチと言われ、頭がクラクラしましたが、えー、これからは我がおしめ、宇野昌馬くんだけや、その仲間、また大好きなまおちゃんのことだけをコメントすることにしました。よろしくお願いします。ただ私は作り話などが全くしてなくて、事実ありのままをコメントしました。ありのまま過ぎたかもですね、ということで、ミワさんのコメント全然僕問題な,くないと思って、 てきたんで、うん、あの特にこのまま愛を語っていただければなって思うので、うん、さて10月4日土曜日ジャパンオープン出場選手が決まりましたよということなんですよねいやーパチパチですねもうひひやちゃん入ってるっていうね、えー、男子宇野昌磨君鍵山優真君女子坂本花織ちゃん紀平梨花ちゃん最高ですねいやーもう最高でございます、えー、以上4人ですねということでね、えー、4人とも頑張って応援しなくては埼玉スーパーアリーナですよ きひらリカちゃんは久しぶりで頑張って四人ともにショウマくは千戦目当る頑張れお知らせまでワクワクしてきますいやーちょっとねかんもう。 もうね、嬉しい。うん。もう、うれしいっていうか、もうね、楽しい。もう、仲間割れしてる場合じゃないですからね、皆さんね。応援しなきゃ、もうダメですよ、本当うん。ゆうのやさんです。え、かぶさん、すごいですね。ヘンドリックス兄弟と写真が撮れたなんて、一緒の記念になりますね。おめでとうございます。いや、ほんとね、もう、この話、昨日しようと思ったのに、まさかもう、荒れてたんで、コメントがね、ちょっとできなかったんですが、もうね、もう、吹っ切れましたからね、僕はね、吹っ切れた。うん。もう、試合もそんな感じで、はい、あの、ね、決まったということなんで、また、あの、 ジャパンオープンがね、もう盛り上げていくしか、盛り上がっていくしかないですよね。うん。はい。えー、松井さん入ってきましたけど、えっと、かぶさんこんにちは。ぴょんちゃんの時、宇野昌磨さんはホテルに泊まってたのは間違いではないでしょうかということですね。えー、選手村にいましたよ。えー、田中圭さんが本にコメントをしてましたということで、昌磨さんで部屋でゲームばかりやってて、リビングで他の選手とお話ししてしましたということですね。うん。ってことは、これは嘘だったのかな 情報的には、うん。 ちょっとコメントあったんですけど、あ、こら、あの、やっちゃんやっちゃんさんから、あの、のくんの記事はほとんどデマなんですね。ピョンちゃんの記事時代はえ、選手は選手村自由に出入りしていましたし、リンクが近くになくえ、皆さん移動して練習していました。お母様は近くのホテルに滞在をして、えたい選手村にお弁当作りを届けていたと聞きました。今までデマの記事でどれだけ振り回されたか、羽生くんファンもご存知でしょう。いい加減、不確かな情報でアンチスやめてもらいたいですということなんですけど、 とねはい、嘘ということなのかなこれはじゃあ。 なんだ嘘なのかっていうことなんですかねちょっとよくわかんないんですけど。という感じで、あ、ジゲムさん。えー、ちょっとどうなっているのイチゴプリン様。えー、ちょっと混乱しています。私はカブ君の動画に全然追いつけず、後ろから周回遅れで気になるコメントがあっても、その後のチェックしていませんでした。うん。えー、そうとは知らず、私のコメントは脳内、お花畑もいいとこだわ。えー、そんなことを繰り返せばそれは誰だって文句を言いたくなりますよね。YM 様はひ絡みすぎですよ。私は y ム様と相馬くの愛のコメントをしたか、試合あったからこそ、 えー、悲しさや悔しさも一、えー、押しで、一仕様です、えー。どうしても愚痴りたいときには一回だけにしましょう。えー、それ以降はもうくれないのお約束だと思います。えー、ワイム様は今一度宇野昌磨選手が、えー、ファンの人たちに向けてお願,いをお願い事をじっくり読んでいただきたいです。私はカブクンチャンネルでいろんな選手のファンさんと、えー、交流を持っているのが嬉しくてカブクンチャンネルに一賛しています。個、えー、人名を出して申し訳ないですが、マスミンさんの木更津24さんも返信されるとき え更、ー、木仁王様のお名前におまけが入るのを私はいつも楽しみに拝見しています。えー、まざりたいんですが、いつも出遅れです。えー、かむくんチャンネルが平穏であるように願っています。ありがとうございます。うん、まあちょっとね、まあ今後どうしてもかなってあるんですけどもね。うん。まあ なるようになるかなとは思うんですけども、え木村屋さんえ、タムさん、宇野昌磨選手はホテルに泊まってないです、お母様がホテルの調理場の隅でお弁当を作らせてもらい、選手村に届けているとの日本の記事で書いた、日本の記事で読みましたということですね、日本の記事で書いたということなんですけど、じゃあ、これは何、嘘っていうことなのかな、嘘っていうか、デマなんでしょうかね、はいということらしいので、はいということみたいです。 うんいやーもうなんかもう、それよりも、なんか、試合がちょっとなんか、出てきてしまったっていうことで、宇野君、狩山君、坂本さん、岸原ちゃん、うん、いやあ、楽しみですね、もうちょっともう、頭がぐるぐる回ってきましたね、皆さんね、仲間割りしてる場合じゃないですからね、ほんとね、もう楽しんでかなえちゃだめですよ、ほんと、うん、もう報道の、あのね、もう楽しみましょうってね、僕は思うのでね、はい、という、あ えっとエミリーさんからちょうど今コメント入ったんですけど、えー、カブクンさん、マリンちゃんのこと私が言い始めたら荒れちゃってごめんなさいというこあそんなこと全然ないですね。うん、マリンちゃんな、なんでマリンちゃんで荒れちゃうのかもよくわかんないですが私たち女子が男子選手にキャーキカー行ってるように、男子が女子選手にキャーキャー行って、アイスショーに殺到するようなこともあったらいいなって思ってたり、えー、ノルディックの渡部さんが昌磨君に話してくれたように、いろんな選手にそれぞれファンがたくさんついて、えー、っとフィギュアスケート とか日本の文化に広く根付いていくといいなと思います。うん、そうですね。そうですよ。だってだってあの女子の皆さん、女性の皆さんだってね、わーあ羽生君だあの君だって言ってる中、男子って言ってもいいなって思うんですよね。 ずいよってなっちゃいますけども、私は翔馬くんが僕一人のファンだったとしても、えー、フィギュリアスケートを好きになってほしいって話してくれてたんで、えー、そうしています。翔馬くん初で、えー、興味のあるスケーターさんが広がっています。良いものを見られて毎日楽しく感謝です。ということですね。はい。いやもうね、あの、そういう感じなんで、うん、あの、楽しんでいければな、行きたいなとは思うんですけどもね。 はい。と、えー、いう事ですと、ね、今からちょっと出かけちゃうんですけど、まあ、速報が入りましたんで、今ちょっと近況で話していますということですね。はい。えー、では、ありがとうございました。以上です。